ウィルソンことウィルソン・ロドリゲス・ホンセカは、ブラジル出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。2003年の第1回仙台カップ国際ユースサッカー大会に U-18 ブラジル代表の一員として出場した。コリンチャンスでキャリアをスタートさせ、イタリアゼノア CFC や中国、先生だから、坂などを経て、 2012年からベガルタ仙台に加入。第4節の市議大阪戦で来日初ゴールとなる、先制点を決めた。以後は、得点を量産し、同年のリーグ戦で32試合出場、13得点を上げ、仙台の2シ躍進に貢献。自身は、クラブ史上初の J リーグベスト11に選出された。2013年もリーグ戦で30試合出場。 13得点と、前年同様の活躍を見せた。2014年は監督交代や、怪我の影響もあって、リーグ戦24試合出場、3得点に終わった。2015年は、背番号を9に変更。第1ステージ第1節の山形戦に途中出場で2ゴールなど、第6節までに4得点を記録する。最先の良いスタートを切るも、以後は、 コンディション不良に苦しみリーグ戦は戦術の4得点、止まりだった。それでも契約は更新され、2016年は、仙台の外国籍選手初の在籍5年目を迎える。しかし、シーズン終了後に契約満了により退団。2016年12月12日、J1 バンフォーレ甲府へ完全移籍することが、発表された。ビリーの加入に伴い、 9月15日付で契約を解除された。ウィルソン、来日初ゴール。唯一の開幕4連勝。仙台スポーツ放置2012年4月1日。ウィルソン選手、ハモン・ロペス選手、キム・ミンテ選手の契約更新のお知らせ2016年1月5日。ウィルソン選手加入内定のお知らせ。 バンフォーレ交付、http コロンスラッシュスラッシュ www.ventforet.jp スラッシュニューススラッシュプレスリリース、512,9632016年12月12日、閲覧。ウィルソン選手契約解除のお知らせ、バンフォーレ交付。 http://www.ventforet.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュプレスリリース5144242017年9月15日閲覧ありがとうございます